ことってなんだろうって、言葉にしづらいような色彩感、色合いっていうのをとても上手に表現できることだ。例えばですよ、悲しい、こう叫ぶような激烈な悲しさ、うなだれて首が上がらないような鎮痛な悲しさ、心が震えてしまうような身を縛るような悲しさ、切々とした暗い悲しさ、ずーっとした冷たい悲しみ、いろんな悲しみのグラデーションってあるじゃないですか。ああ、泣きたいな。すすり泣いちゃう。ああ、でもやるせない。人生ってやるせないな。なんか悲しみの色がなんかこの間の中でも いろいろ変わったでしょ。この曲はね、これをやってほしいんですよ。これこそが音楽の力だ。で、こんな表現ができるこそことこそなんかギターの特技だと思うんですよね。こうしてる時は見えないのに、小指を入れようとした時に見えてきてますよね。で、小指を伸ばしていっても8フレットに届かないので、ここが8フレットだから、ここを足場に肘のここの側面をこう前方に少し見せるような形でこうしてきてる。で、小指を伸ばして8フレットに届かせていくときに、この肘の側面を前方にこう向けようとする、こういう動作ですよね。いつものやつですよね。で、背中が見える面積が増えてるということは、右の方がやっぱり左の方が右前方に落ちようとしていってますよね。っていうふうに 2,3,4 のまま AAAA ってやる手もあるし、 IAM、 ごめんなさい、って言う手もあるし、M で MIMAMIMA って手もあります。そうするとこれ M が2弦を弾いた後に3弦に収まるので、そのまま IMA が弾けるっていうメリットもあろうかと思いますけど、私はこのテクニックはあまり使いません。どれでもいいと思います。あのフィーリングがよく出せるものを選んでください。また1をドミナントモーションで呼び出してきてるわけで、この E7 を呼び出すセカンダリードミナントとして B7 が使われていて、ダブルドミナントになっているの典型的なコードチェンジですよね。